はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタードエミリア編第2回やっていきたいと思います。タンザーから戻ってきたところですね。で、なんかサブイベントっぽいの一つ終わったんで、多分メインシナリオが進められると思うので、ルファスに話しかけましょう。新郎王国で開かれる仮面舞踏会にジョーカーが現れるかもしれない、参加してくれと。舞踏会、ライザとコンビを組む、兄は別動隊、行動開始、仮面を忘れるな、仮面がないと舞踏会には参加できない、仮面の王子様、新郎王国、舞踏会って雰囲気じゃない、衣装なら自分で用意している、どこで着替えるの、控え室みたいなのがあるのかな、仮装パーティーみたい、仮面舞踏会、仮面をつけて武器で戦う舞踏大会、行きましょう。これなんだ、割り込みできないのかな、進まん、割り込みしよう。確かこのお姉さん、お姉さんじゃねえな、受付の兄ちゃんに話さないといけないんで、めちゃくちゃいっぱい参加してんな。あ、しまった列から抜け出してしまった。よし、今度はバッチリ。リングネーム、ピンクタイガーで、エミリアはこのイベントによって衣装が変わるんで、でその衣装によってひらめきやすい技がね、あるんですけど、もうずっと銃でいきます。長弾、まあ見た通り分かると思うんですけど、ピンクタイガーは体術をひらめきやすい。2回戦、バレリーナみたいなのが出てきた。無駄だ。3回戦、何回戦まであんの。タイタニック、名前だけは強そう。初戦名前だけ。決勝戦、仮面の巨人とか、だいたい見切らせてもらった。だいたいってなんやねん、全部じゃないんだ。いや、何、見切らせてもらって何なの。ジョーカーがいる、あれはジョーカー、ジョーカーがいた。よし、おうぞ。あ、ルーファスも仲間になった。あ、仲間になってるね、ルーファス。サムライソード、アグニ、剣使えるのか、ちょっと剣装備させよう。何がいいかな、草薙の剣、草薙の剣1本あれば十分でしょう。で、人がいる、その格好で扱われません、余計なお世話だ。ジョーカーはどこ、そんなような接待客がおったかの。ここ回復してくれんだ。え、あ、回復してくれた、いいな、俺も仰がれたい。あ、ジョーカーがいる、いなくなった。戦闘員、なんで1体なんだ。え、これもしかしてもう1体も叩かなきゃいけない。天地2段覚えてるね、天地2段、草薙の剣も消費技ポイント変わんねえし、草薙の剣かっこいいな。前回も使ったけどさ、あんまり剣の形見てなかった。やっぱりもう一体戦わなきゃダメだ、瞬殺しよう。素手は弱い、素手はパラメータ依存だからね、いきなり強くはなれない。ここなんかあるね、どうすんだっけ、なんか調べるんじゃなかったっけ。お、開いた、下へ降りてこう。ん、こいつは、あのみずみずしい果実を頬張りたい、床を動かす仕掛けでもあれば。いや、なんか普通に動いたんだけど。セラミックサーベル、これで願いが叶う、いいな。
あ、敵がいる。どっか、メカが待ち構えてんだけど。ここは立ち入り禁止、知らなかったのか。知らんよ。来たよって、それは教えられないな。お前たちを始末してくれと頼まれた。弱そう。一瞬で肩をつけてやる。全体射撃。まあ見てなって。ザコ、何、生きてた。撃ち漏らしたか。ジョーカー目、次は逃がさない。あ、結局逃げられたんだ。これもう次の任務どんどんいけないのかな。強いからね。これは軍資金だ。金くれたんだけど。まだ何かあるのか。あ、なんか1個サブイベントこなさないといけないのかな。まあせっかくだからいろいろ仲間にしていきましょう。ゲンさん、ゲンさん話聞いてないから。え、機械って苦手。そうなんだ。仲間できない。初対面、雑誌のモデル。あ、知ってるじゃん。ありがとうございます。勝手に仲間の雑誌くん、お前も今回入れてこう。かわいい、一緒に行こう。羨ましいな。クソ、モンスターのくせに。リュウトも仲間にしていくか。連れて行こう。枠はまだ全然大丈夫だしね。じゃあルミナスでちょっとルージュを仲間にしましょう。はい。宿命を背負いし者。ゲ、ルージュ強え。なんでだ、ブルーの力を引き継いでんのか。ルージュ自体はだって仲間にするの初めてだからね。ステータスが鬼のより高いんだけど。集中力90、知力99、集中力99、霊感99とか。ガチで異常なんだけど。術なんか、こいつもゲート覚えてんの。あ、ゲートでも使えないんだっけ。魔術の資質、バーミリオンサンズ。覚えとこう。で、陰術か陽術かって言ったら、てか両方使える。え、そんなんある。2つは覚えられないか。これ多分陽術をやろうとすると覚えられる。なぜだ。さすがに明術はないよね。呪術は持ってんだけど。オーバードライブはさすがにない。じゃあ今回は陰術の資質でも取りに行きますか。まあ、なんとなくだけど。陰術の力を持つもの、あ、その、あ、そっか、なるほど、なるほど。だからここで捨てなきゃいけないんだ。捨てるっていうか、多分封印すればいいだけなんだけど。調布を封印する。で、ちょっと待って。入れ替えよう。で、資質のことを聞きたい。オーンブルーへ行かなければならない。もう行こう。機械モンスターはオーンブルーへ行くと戻れなくなる。妖術を持つ者、妖術の資質を持つ者はオーンブルーへ行く資格がない。それ以外の人だけで行きますか。行こう。なんか後ろに変な男がいるんだけど。ん、影があるね。ついていく。てかルージュいねえし。まあいいや、ルージュは強いから資質などなくてもやっていける。あ、戦闘になるんだ。影、まあリーサルドラグーン普通の攻撃でいきましょう。黒曜石リュートはロードスターを持たせました。ゲーガーツやるな。しかしこの武器のオンパレードに198くらうのか。結構くらう。強いぞここの敵。自分の影をよく覚えていれば簡単よ。この先にお店がある。普通のお金で買い物ができる。これは自分の影を踏めってこと。いや、よくわかんないんだけど。
ちょっと待って、なんか勝手にもう踏んじゃうんだけど影を。え、なにこれ、意味不明。ごっちゃごっちゃになってんだけど、あ、なんか自分の影になるようにすんのかな。いや影全部向こう行っちゃったよ。いっぱいいる、戦闘になんだ。もう一個ずつしらみつぶしに行こう。これは全体攻撃じゃない、冗談でも速攻でぶっ殺そう。多分弱い状態で来るとこいつら敵普通に強いんだろうな。力で押してるけど今。これだ、最高。ちょ、邪魔なんだけどこいつ。さて最奥、結局戦うの？ん？これは自分たち？もしや能力がどう反映されてるかだよね。ロードスターブレイブハート、あ、そっか、これはあれか、全体攻撃2等レップ装備させたけど剣2つ装備してねえや、全部シャドウだ。ちょ待って、なんとか。よくわからんが勝った。忍術の資質を得た。あれ、ここにいた人がいなくなってる。次なる任務へ旅立とう。カジノでパーッと遊んでみたいと思わないか。ルーファスが美味しい話を持ち出すときは3倍ぐらい裏がある。仕方ない、ライザーに頼む。バカラ、ジョーカーがよく現れる。特にエミリア、君だ。やつの動き狙いがつかめない。あ、つかめればいいか。バーから。ギャンブルは人を惑わせる。どうして私だけバニーなの？情報収集のため、お客さんからいろいろ聞き出してね。さて、じゃあ話を聞きますか、いろいろ。上の階でそれらしい人を見た。ジョーカー。仮面の男は駐車場まで行った。で、結局地下に降りていくのかな。ちょっと待て、一人は無茶。ルーファスを呼ぶ。すぐ追いましょう。こいつらも割と無茶するな。さて、ノームのところ。君たちがカジノで稼いだクレジットを私の金と交換しよう。交換レートは普通の倍を出そう。ジョーカー、そこまでだ。君に引き金が引けるかね。レンの仇を討つ。なぜレンを殺した？囲まれた。倍ってなんだ。金だ、金だ。こいつなんだ、どこ行くの。あ、ただ下に行っただけか。なんか出てきた。かかったな、今日中の餌食となれ。ボス戦か。え、なんだ、わかんねえ。結構かわいい感じの今日中だな。初段何がいいんだろうね。スマッシュが一番強そう。ライザーどうしようか。スープレックスは効くのこれ。絶対投げらんないでしょ。ローリングクレイドル、抱え込んで転がり出す。超弾スマクレイドル、弱。いや、もしかしたらちょっと強いのかもしれないけど。何かしらあれ、パープルアイ。これは私がレンに送ったものと同じ。どうして？同じ型の石を何度か見たことがある。ジョーカーの作戦。ジョーカーがあんたの彼氏から盗んだ。
取り戻せてよかったね。パープルアイ、業種耐性がつく幻夢の一撃。帰ろ。結局逃げられたか。どうしてジョーカーが。じゃあ一つイベントが終わったので、またルーファスに話しかけますか。先にはね進まないと思うんだよね。今自由行動の時間だから多分。軍資金、軍資金っていくらもらえんの。まあ分からんけど、あとメンバークーンとフェイオンをちょっと入れ替えますか。これでいこう。でルージュは十分強いんで大丈夫。モンスター使ってないからね、少しモンスターも使いつつやっていきましょう。でやってきたのがムスペルニブル。資質集めをしていきましょう、せっかくなんで。で資質の一つなんとかが、もう何の資質があるんだか忘れちゃったけど、その石集めね、石集めで用がなくて、妖魔の君の一人バジュイールと知っての振る舞いか。知らん、私を知らないだとますます持ってくれないやつ。ってことでここに飛ばされます。で石がここにあるはずなんで、なんか本当の正規ルートだとクーロンのなんか下水道からこの自然洞窟に繋がってるんだけど、まあ、こいつに飛ばされてきた方が確か早かったと思う。飛天の鎧、ライダーゴースト吸収しておこうか。暴走吸収した。でも暴走って全体攻撃じゃん。あ、変わった。いけ、イノシシとか弱そう。初吸収、もうどんどん吸収していこう。デスポーカー、ハサミを吸収なんか敵が弱いからモンスターも弱そう。なんかいっぱいいるところに来たな。もうクーンとかさ、思ったんだけどさ、これ敵が強くなってからさ吸収すればよくないって。暴走だけちょっと使ってみよう。無秩序に暴走いいんだよね、敵全体っぽいよね。あ、ロードスターじゃなくてあれも持ってたはずなんだよね、青龍剣。げっ、強い、こいつら思ってたより強い。アシスト、アシスト、暴走。モンスターの攻撃力は弱いからカスだよね。体術もうちょっとね強くなってほしいよね。アニーちゃんはそもそも技が弱い。なんか使うか。4、まあ飛炎剣、マジカルヒールもそもそも回復するし。1000、いいね。700、こいつは期待できない。終わったら外そう。敵が強くなったら、あ、これは死んだか。頼れるのはエミリアだけだからな。ハサミ、逆風の太刀、ベアクラッシュ、どっちが強いんだ。ベアクラッシュ、踏みつけ、線ちょうど、ハサミ長弾、これもうほぼ長弾の威力でしょ。敵すんげえいっぱいいたけど、これ取れんのかな。え、どっちだ。クエイカーワーム、もういらないはいらないんだよね。一番上にしちゃってるぜ、めんどくさいから。踏みつけ吸収、いやー何なんだこれ。元のモンスターが弱いからってことかな。全員いなくなった。ルーン、保護のルーン、これ歩いて帰んなきゃダメ。またいるんかい超めんどくさい。あ、ボスはいないね。全体攻撃、まあ、サクッと倒していきますか。踏みつけ、切り返しがまあ一番コスパはいいからね。弱、ワームブレード、一応もうやっとこう。あ、変化しなかった今の。何、ああ
イベントが終わっちゃうともうそういう感じなんだ。じゃあ出ますか。渡れるかな。やってみよう。結局渡れないの。自力で帰ってこと。ひどくない？ドラゴンミニ。まあドラゴンって言ってもね、大したことなさそうだから。あ、そっか、ウックン外してあるんだ。別に自分でやってるわけじゃないんで無理だ。渡れん。ここも蓋が開かない。あって、ここだそのままこっから帰れたわ。じゃあルーファスのとこに行きましょう。次の作戦、トリニティの基地に潜入してほしい。一人で。そうだ、司令とジョーカーが接触しているらしい。ジョーカーめ、トリニティからキューブの情報を得るつもりだ。君が潜入後、我々が混乱を引き起こす。その間に司令とジョーカーのつながりを調べてくれ。いけるいけるいける、自分だけでいけるよ。君が適任。やると失政官は無類の女好き。簡単に彼のハーレムに潜入できる。羨ましい。なんで私がそんなとこに行かなきゃいけないの。ジョーカーが絡んでもそんな任務は断り。なんで私が適任なのよ。ルーファスはそういうことだと考慮に入れてない。女のことなんて何も分かっちゃいない。ルーファスと何かあったの。昔の話よ。私が若すぎたの。彼が私のためなら全て捨ててくれると思い込んでいた。あのルーファスが女一人のために任務を忘れることなんてあるわけない。罪の償い。若すぎた、バカすぎた私の。ルーファスへの当てつけ。彼には全然効果がない。ちょっとだけ鉄の女らしく鉄の女らしくない話をしちゃった。あなたのことがもっともっと好きになった。ガンガン飲みましょう。急に眠くなった。今度のは上玉だな。人間でもこのレベルならやると。人間でもって何。あ、妖魔狩りに凝ってるってことか。あの人の変態度も上がりっぽうだぜ。あれはあんまり。薬で眠らせて連中に売り払う。命を危険にさらすのは任務で当たり前だ。勝手な行動は許さん。トリニティラムダ基地。ルーファス、ここまでやるか。ライザもグルかな。ヤルート政務官、執政官、相当スケベ。出ろ。これが剣だったかな。でも銃使うけどね。結構広そうだな、この基地自体が。うおー、あれ、アセルスとか白バラとかいるじゃん。あの怪物がトリニティの執政官。ああ、一番奥にいるやつか。いかがですかな、私のコレクションは。第三執政やると書くか。どんだけ偉いんだかよくわかんねや。一匹持ち帰っていいんだ、ジョーカー殿。ちょうど鮮度のいいのが入荷した。何かやってみせろ。早くしないと。生皮を剥いで、釜茹で。踊らせていただきます。見事な舞い。これをいただきたいですな。いや、待ってくれ。わしも気に入った。ファシナトゥールから盗み出してきた娘。妖魔に血を抜かれて体質が変化している。なかなか興味深い。グラディウス。襲撃。トリニティの基地で非常事態とは世も末。ヤルート閣下、足元も意外と脆いのかもしれませんな。停電。ジョーカーがいない。みんないなくなってんだけど。ジョーカーどころか。あ、アセルツを白バラ。片付ける。あ、ユニコーンがいる。吸収して。アセルツ何するんだ。フィンドロッとって何。ヨーマの剣。ギュー、ファイナルストライクがある。あ、いや、白バラちゃん、まあ、せっかくだから
せっかくって言ってもこれ最後までは仲間になんないからね。171速攻で死んだ。あれちょっとユニコーン強かったっけ。巻き打ちガチに行こう。長男消えろ。4900。なんであんなのが基地の中に。ゾズマの仕業。この基地を大騒ぎにしてやるって言ってた。グラディウス関係ないの。あんなやつ許しておけない。白バラすごい当たらね。じゃあまあ基地を探索しますか。結構いろいろ行けるとこあるね。上に行こう。ヒーお助けって言ってもね。アセルスどうしよう。武器なんか装備させてさ、そのままパクられそうなんだけど。イベントが終わったら返してくれるのかな。ちょっと貴重な武器はもったいないからね。ま、双竜刀ならいいでしょ。こっちじゃなくて双竜刀。攻撃力は41だった。41とかだっけ。まあ、そこそこ強い。なんか情報聞き出せるかな。なんでこんなやつを助けるんだ。君たちも甘いね。ゾズマ少しやりすぎじゃない。やると追っている。君はいつも怒っているんだな。僕がモンスターを掃除するよ。これでゾズマも仲間になったんだ。ゾズマ結構強えな。いやまあ俺には全然かなわないけどね。ちょっと中ボスっぽい。なんか一番右のやつてか鏡もよくわかんねえな。でゾズマが何使っていいのかよくわかんないんだけど、とりあえず術を使う。やばい、ゾズマ死んだ。いやまずい。あ、ゾズマ死んでねえや、まだ弱っ。これちょっと敵強くね。てかうちらが弱えんだけど。あ、ミスった。ミスったじゃねえや、まひった。これちょっと退却できるかな。あ、まひってない。サンダーバリア状態か。暗闇だからね。ちょっとまずメカトビ倒したい。スターライトヒールで一応アセルスを蘇らしとこう。死にそう。死んだ。ブレード1体ずつ確実に倒していきたいけど、343ダンスはまだいける。 OK。 いない。ドアの前にいたのは時間稼ぎだった。何やるな。奥へ行こう。けトラップだ。しかしこいつはあれ、いきなり暴走してる。倒せる。け、敵出てきた。めんどくさ。手の込んだトラップだ。しかもなぜかスターライトヒーローを使ってしまった。連打してたから。け、くんのかよ。アセルスが大していい技がないからね。あとゾズマも思ったより強くはない。雑霊一撃800。連携で800だからな。あ、倒したか。これなんか宝もらえるの。40円。MS タグなんだそれ。石化耐性がつく。石化確かに重要だな。結界石。結局逃がしたか。ルーファス。ちょっとルーファスに話してみようか。金くれるだけで終わりそうだけど。なんかイベント起きるかね。軍資金だ。金。1万円は超えたか。というところで、じゃあラムダ基地だっけ、クリアしましたので、今回はここで終了したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。